昨日安井めぐみの自宅に謝罪に行ったようですね。その後どうして学校に戻らなかったんですか？すいません、戻ってきたんですが、山田君の姿を見かけて彼の自宅に。山田？ああ、加害者の児童ですか。それで山田マークの保護者と会えたんですか？増井さんの保護者に謝罪するようには伝えたんですか？山田君が相手の児童に怪我をさせたことは伝えました。ですが母親が謝罪するかどうかは。高梨先生、もう少し自覚を持ってもらわないと。警察沙汰にもなったらどうするつもりなんですか？教頭先生、それより先に話し合わなくちゃいけない問題があるんです。何ですかそれは？山田君が増井さんに手を挙げた理由です。彼は増井さんに給食費を払っていない、税金泥棒と言われて逆上したそうです。給食費の未納は事実ですか？確かに山田は1年の時から一度も給食費を払っていません。増井さんがあのようなことを言ったのは問題だと思うんです。もしかしたら彼女の家でそうした話題があったんじゃないでしょうか。給食費を払わない家庭の子供は給食を食べるべきではない、そうした間違った教育が増井さんのお宅でされているのではないでしょうか。高梨先生、いいですか？怪我をさせたのは山田なんです。そのことをしっかり認識してください。間違えても山田を擁護するようなことは口にしないように。でもあなた何も送ってないですね。本当に警察沙汰になるかもしれないんですよ。葵先生も学年主任ならしっかり指導してください。とにかく善処するよ。すみません。高梨先生、一つだけ助言してもいいですか？この学校では何もしないことです。3年間我慢すれば移動できるんです。それまでの間なるべく多くのことを見ないようにしてください。児童に媚びを売る必要もありません。そんな媚びだなんて、僕はただ善意の押し売りもやめてください。Thank you.